はい、えー、よろしくお願いします。太田です、えー、私の方からはですね。今ご紹介いただいたように、microsoft teams の中でもちょっとウェブ会議にですね。あの絞ってご紹介をしたいなと思います。はい。 ではですね、まずはこのイベントのご紹介です。昨年まではあのシェアポイントカンファレンスとして行われてたんですけれども、今年からこのマイクロソフト365コラボレーションカンファレンスと名前が変わりましたというところで、来年はですね、3月、えー、ラスベガスで一応開催ができればなと思っているとのところです。はいであとはですね、このイベント開催するにあたって、ですね多くのスポンサーの方からご協力いただきましたというところでありがとうございます。はい でスポンサーからのです、ね、いただいた寄付金の10%はです、ね、チャリティー団体のほうに寄付させていただいておりますというところのご紹介です。皆さんもです、ね、もしよろしければこのリンク先のところに寄付ご検討いただければなと思います。またこのイベントではです、ね、抽選会が企画されておりまして。 えー、この左下の URL からですね、マイクロソフトフォームがきあの開けますので、そこから、えー、送っていただくと、このオキュラスが当たるチャンスにチャ挑戦することができるというところのようです。はい、ではですね、改めまして、えー、また私、えー、自己紹介、少しだけさせていただきたいなと思います。はい、私、太田博文と申しまして、えー、株式会社、内田洋子という会社に所属しております。 気づけばです、ね、この b o s と呼ばれていたときからです、ね、使ってまして、その後 Office365 と名前が変わって、今年の4月の22日からですかね、えー、ブランドがマイクロソフト365とあの統合されてきたんですけども、そんなあの名前を変えながらです、ね、気づけば利用開始からこう10年ぐらい、まあ、あの使っているようなユーザーになります。 でまあ、あの楽しくです、ね、こう生き生きとマイクロソフト365をまあ使っていきたいなと思ってです、ね、日頃、いろんな情報収集したりですとか、まあ、ブログを書いたりですとか、まあ、そんなことをさせていただいております。はいでえー、早速です、ねえー、本題の方に入っていきたいなと思うんですけれども今日ご紹介するのはマイクロソフトチームズのウェブ会議というところになります。はいで <laughs> 皆さんあの、ウェブ会議、どうですかね、増えていますでしょうかというところですね。えー、まあ、昨今はですねあの、コロナウイルスなどの影響もあってですね、在宅でリモートワークを行っている方もかなりこう増えているんじゃないかなと思います。その中でですね、やっぱりマイクロソフトチームズの利用者もこう増えているとこう、マイクロソフトからもこう発表されているんですけれども、まあ、ということはですね、 きっとこうマイクロソフトチームズで、ウェブ会議をこう利用する機会もかなり増えているんじゃないかなと思います。で、そうなってくるとですね、そのウェブ会議をやっぱりこうより良いものにしたいなと思うのがですね、まあ、ちょっとある意味、当たり前なかな、はい。で、この業務において、会議ってどういうものかなって、ちょっとだけあの振り返ってみますとですね。 マイクロソフトチームズをこう利用して行うような業務ですとかプロジェクトって、まあ、複数のメンバーでこう一定の期間3ヶ月とか半年とか1年とか2年とかですねこう継続してあの進めていく業務っていったところが多いんじゃないかなと思いますでそうなってくるとこう多くの場合はですね途中にこう会議って大体ありまして、まあ、大きくはですね こう一定期間だとかあの定期的に行われるような定例会議みたいな、ですね、まあ、そんな会議があるんじゃないかなと思います。で、そういった会議はですねこう進捗の確認をしたりですとか、まあ、課題管理したりですとか、またはこのプロジェクトだとか、業務のこう進行を左右するようなですね、まあ、意思決定も行われるようなことがあるかもしれないですね。ただ、えーまあ、会議というと、その大きな会議の間にでもですね、 ま相談ごとであったり、こう何かしらのレビューがあったりですとか、あとは時間を合わせて共同作業をするですとか、そんなあの小さなですね、ま少人数短時間もあるかもしれないんですけども、そうしたところも会議としてあるのかなと思います。で、この大きく二つをですね、こう業務全体をこう進めていくための会議っていうところと、あとはこう日頃のですね、作業を進めていくための会議ってこう大きくはこう 2パターンにこう分けられるんじゃないかなと思います、はい、で、一方でですね、このマイクロソフトチームズを使う良さって何だろうなってこう考えていきますと、こうした業務ですとかプロジェクトに関するさまざまな情報だとか、まあ、あとはこうやり取りの経緯がありますよね。で、そういったものをこのチームズの中にですね、こう整理しながら、こう、 こう格納していってコラボレーションもできるま1、あ、つのこうツールなんじゃないかなと思っています。この整理できるっていうところがまあ、ちょっと良さかなと思います。で、その整理するためにはですね。まあ,あのチャンネルを利用していくというわけになります。はいで、この会議においてもですね。microsoft teams 上で会議を行うにおいても、やっぱりあのポイントになるのは、このチャンネルが重要なんじゃないかなと思います。 で、まあ、例えば、こんなのプロジェクトがあったとしまして、まあ、皆さん、多くの場合、ですね、あの作業の分類ですとか、それぞれのタスクごとですとか、まあ、そういった単位でですね、こうマーケティングからこう食料調達まであるような、まあ、そんなあの分担作業のチャンネルだとかをこう作っていくことがあるんじゃないかなと思うんですね。ただ一方で、さっきあの、えー、会議のところでもちょっと振り返ったように、ですね、あの 業務全体の方向性を決めたり、こう後からです、ね、その中の情報をこうまとめてみたいような会議ってきっとあ,のあると思うんですね、定例会議みたいな会議、そういった会議をこう、えー、まとめるような専用のチャンネルもぜひ作ってほしいなというのがです、ね、実は今日はあの一番お伝えしたいことになります。でえー、とここのののウェブ会議を行うときにです、ね、このチャンネルの中で えー、うまく会議を行っていくとですねその会議の情報も含めてすべてがチームズの中にこうストック、格納されていくというところになります、はい。で、このチャンネルで会議を行うっていうのがです、ねまあ、どういうことかといいますとマイクロソフトチームズにはチャンネル会議と呼ばれる機能があるんですね。で、それどうやって使うのっていうとポイントはですねあの会議予定を作るときにあります。で えー、このマイクロソフトチームズからこのウェブ会議の予定を作成するときはこの予定表を利用すると思うんですけれどもその予定表からあの予約を作成しようとするとですね入力欄のこうちょうど真ん中からちょっと下ぐらいですかねチャンネルを追加という項目がありますでここにですね、えっと、このこれから予約する会議予定する会議をの情報をですねこう 格納しておきたい、紐付けておきたいチャネルをここで指定するだけになります。これ、あの、作成時にしか実は紐付けができないので、えー、と会議予定を作成するときに、まあ、紐付けていただくということになります。で、あとは、あの、アウト o ックからもできないので、チームズからということになります。はい。ただですね、ここで紐付けていただくだけです。で、ここで紐付けていただくと、まあ、どうなるかといいますと、こう、チャネルの情報が、こう、 会議の情報がですねチャネルにこう集約してくるんですけれども、まずはあの予定表にえ予定が作成された時点で、新しい予定がありますよ、このスレッドの、えー、一番上のメッセージですね、こんな形のものがですねあの指定したチャンネルに投稿がされます。で、えー、とかその下、ですね会議中に行われる、または会議前ですとか、後に行われるチャットの内容ですとか、 あとはそこで共有されたファイルですとか、あとは会議中にですね、記録、レコーディングされた動画ですとか、そういったものがですね、この会議のスレッドとして、ひとまとまりで管理、格納していくことができます。で、これ、1つの会議がこんな形になりまして、会議のたびにですねこのチャンネルを指定していくと、例えば今回のような定例進捗会議みたいな会議はですね、こう、 過去の会も含めて全部ここのチャンネルで情報を確認することができるというような使い方ができるものになります。はい、このチャンネル会議をうまく使うのがです、ね、きっとマイクロソフトチームズならではの,このウェブ会議のやり方というところにです、ね、つながってくるんじゃないかなと思っています。はい、で一応です、ね、このマイクロソフトチームズウェブ会議って、今チャンネル会議をご紹介したんですけれども、 ほ他にどんな種類あるかというところをちょっとだけ整理したいなと思います。えー、左側、チャネル会議が今ご紹介したところですね。で、真ん中にある、この予定表から今すぐ会議ボタンを押すですとか、あとは予定表から、あのー、チャネルを指定せずに予定された会議、またはアウトルックから予定された会議などは真ん中のところになります。 で一番右側がです、ね、あの1対1ですとか、2人、3人、4人、5人で、あのチャットの機能を使って、チャットしたところから始まる通話ですね、グループ通話の大きくはです、ね、3種類のパターンがあるのかなと思います。いずれもぱっ、ね、と見、見た目の機能はほとんど変わらないのかなと思うんですけれども。 一番分かりやすい違いは、ですね一番右側、グループ通話は参加可能人数が少ないですね、20人、上限が少ないです。ここ分かりやすいですね。で、チャネル会議と真ん中の予定された会議のえ違いはどこにあるかといいますと、この会議中のチャットだとかの保存先、または会議中のチャットで共有されたファイルの保存先、実態の保存先がですね、異なります。チャネル会議は チャネルの中にどちらも入っていくんですけれども、この予定された会議チャあの、チャネルとひも付いてない会議は、会議チャットはチャットの機能ですね、チームではなくチャットの方に入りますし、そこで共有されたファイルは、共有した方の o n e d r i v e 4 b i ネ n e s s にファイルの実態が置かれているという状態になります。ですので、情報をですね、 えー、一元化して管理していきたいなと思うと、この先ほどご紹介したチャンネル会議をやっぱり利用していただきたいなと思いますというところですね、ただあのチャンネル会議あの、弱点が1つだけあって、ですねチームのメンバー以外もあのチャンネル会議にも,もちろん招待ができるんですけども、メンバー以外の方はですね会議中にチャットが利用できないんですね。ですので、例えば社外の方も会議に加わっている場合ですとか、 あとは社内でもチーム外の方が会議に加わっている場合ですね、そうした方もチャットも利用したいんだという場合は、えーまあ、のチャンネルと紐付けないで真ん中の会議を行っていただく必要があるのかなと思うんですけれども、まあ、の頻繁にです、ね、あの会議に参加するようなメンバーであれば、おそらくチームにメンバーとして追加がされるはずだと思いますので、ほとんどの、えー、社内、 まあお客様もゲストユーザーとして追加するですとか、するとですね、ほとんどはチャンネル会議で、ああ情報を集約しながらですね、ウェブ会議を行っていただくことができるんじゃないかなと思いますはいでえ実はですね、のこのチャンネル会議を使いましょうっていうのが、日のあの一番お伝えしたいことだったんですけれども、ああ日頃、やっぱりウェブ会議を使う機会が増えてきましてですね、 実際にあのウェブ会議をこう行う場面で、ちょっとあの便利に使えそうな使い方だとか、機能だとかで,ですね、そんなところをちょっとここからはご紹介していきたいなと思います。で、ウェブ会議をスムーズに行うにはというところなんですけれども、こちら、実はマイクロソフトチームズには限らないんですけれども、よく言われるのが、ですねまあ目的、会議の目的ですとか、議題だとかですね。 そういったところを事前に明確化しておきましょうというところですとか、あとはその会議をこう事前あ資料ですね事前に共有しておきましょうですとか、ですねあとは、えー、技術的な問題ですね、えー、ネットワーク、マイク、カメラ、ビピーカーとかですね、そうしたあのところは事前にあの確認しておきましょうですとか。 あとは会議中にはあの画面を共有してですね、今話している内容を相手とこう視覚的にも共有しておきましょうですとかですね、あとは会議終了後の情報共有、あとはそのファシリテーション、ウェブ会議の進行だとかをどうするかみたいなところがあるのかなと思います。で、まあ、こちら、の一般的なこうウェブ会議のですね、まああのえー、スムーズに行うためのポイントかなと思うんですけれども、まあ、これがあの、 今日の本題ですね、マイクロソフト e a m s なら、まあ、どういうふうになっていくのかなというところですね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、でまずはですね、最初、目的ですとか議題の明確化というところです。えー、こちらですね、えーまあ、会議予定を作成するときにはあのあの、おすすめなんですけども、ぜひあのこの詳細はきっちり入力しましょうというところかなと思います。 でまあ、こちら、詳細ですね、なんかあまりこう入力されないユーザーさんも結構いたりするんですけれども、まあ、こちらに、ですねこの会議は誰があのメインで進める進行役なのかですとか、この会議の目的何なんですかですとかね、あとは会議の議題と、あと各議題の担当者が誰か、あとは各議題のです、ねまあ、時間がどのくらいあの、まあ、避けるのかみたいなところをです、ね、しっかり含めて、ちゃんと会議のプランニングをしていただくのがいいのかなと思います。 でここを入力できるのは会議の予定を作成する主催者だけなんですね。ですので、ここをかけるユーザーさんがですね主催者になるっていうのがですねあの会議としての本来の姿なのかなと思います。ここはぜひ入力してほしいなというところです。はい、であとはですね、えーまあ、予定が入ったら次にその会議の まあ、関係する資料を共有しましょうというところなんですけどもどこで共有するかと言いますとこちらもあの Teams の中で共有するのがいいのかなと思うんですねど,どこで共有するかというと会議前にも利用できるこの会議チャットの中を利用されるのが一つ方法としてあるのかなと思います Microsoft Teams の中からですねこの予定を開いていただいてで上のチャットっていうところを押すとですねまあ こちらの会議中にも利用できる会議チャットがいつでも開くことができるんですね。で、ここから資料を共有、リンクを貼ったり、ファイルをアップロードしたりですね、ができたりですとか、あともちろんチャットも普通にできますので、会議前の調整事項ですとか、または連絡事項だとかを行っていただくということができます。ポイントはですね、マイクロソフト e a m s で情報共有するとして、 えー、会議もマイクロソフト e a m s で行うとした,のなしたので、こうした情報共有、事前の調整もですね全部マイクロソフト e a m s でやった方が、あが、情報がすべてそこに入ってきて、ですね後から振り返りやすいんじゃないかなと思います。ここだけメールでやるとか、他のツールでやるっていうのではなくて、ですねべてマイクロソフト e a m s でやるっていうような、まあ、意識を持っていただくのがいいんじゃないかなと思います。 でえーまあ、そうやって会議が、まあこうまあ、開催が近づいてきますとでなると行うのはですね次はあのデバイスだとかの確認になります、まあえー、マイクテストだとかを行っていくんですけれどもまずは左側ですね、えー、テスト通話という機能がありましてコマンドバーにスラッシュテストコールと打っていただいてですねエンターキーを押していただくと、まあ、t e a m s a c c a という仮想の まあ、通話相手とつながりまして、そこでこちらの声を吹き込んで、えー、向こうからこうオウム返しのように聞こえるみたいな、ですねあのそんな形でマイクと、えー、ここではスピーカーと、あとカメラとネットワークの状態を、えー、確認できます。これでデバイスがちゃんと動いているかどうかっていうのが、まあ、確認できるわけですね。で、えー、ともう一つ、あのえー、よくあの設定がうまくいってなくてだめなので確認していただきたいのが、 この会議に参加後のですねこのデバイス設定も一度確認してみていただくのがいいのかなと思います。特にですねあのここ、リモートワークが始まったりしてですね増えてきて皆さん、あのヘッドセットとかなんかすごいこう高性能なマイクとかですねあの買われている方がいらっしゃるかなとも思うんですけども、まあ、あのマイクロソフト、そういう USB でこう抜き差しできるようなあの デバイスだと、ですね一度設定したと思ってても実、実は会議の時に他のデバイスが選ばれてたみたいなこともよくありますので、実際、会議に入ってから、ね、このデバイスの設定で、あの意図通りのです、ね、デバイスが選ばれているかというのはです、ね、あの確認されるのがまあいいのかなと思います。あと、ここのデバイスの設定でだけです、ね、マイクの音量のインジケーター、レベル表示がです,、ね、することができますので、ここもちょっとチェックしておくといいのかなと思います。 で、えー、これであのスピーカーですとかマイクの設定が終わったんですけども、次にちょっとだけあの行ってほしいのが、ですね会議の入室前にあの背景画像ですね、バーチャル背景と呼ばれるものがあるんですけども、こちらはあの事前にですね設定しておくのがおすすめですというところでですねであの入室前の画面で,ですね。 カメラのバーチャル背景、こうやってあの設定していって、背景選んで設定するんですけども、実際に入室するときにこうカメラをオフにして入室したとしてもですね、こうやって事前に設定しておくと、カメラをオンにするボタンをですねこうクリックする、ワンクリックで、背景画像付きでカメラを有効化することができます。結構、実際にあの急にあの会議中にですねカメラをオンにしなきゃいけないみたいな場面があったときに、 ああ背景映したくないからって言ってこう、点々点の設定からこうやっていくと思ったより時間かかるんですね。ですので、まあ、こちらも事前に設定できることですので、事前にやっていただくのがですね、まあ、スムーズに進むコツかなと思います、はい、であと、き、まあ、今日のこのライブイベントもそうなんですけども、画面を共有して、皆さんと、まあ、あの情報をこうやり取りしてますよね。 そうしたあの画面の共有、Microsoft Teams ではデスクトップ共有、ウィンドウ共有、パワーポイント共有、まあ、あとちょっとホワイトボードみたいなのもあるんですけども、個人的に一番おすすめはですね、あのウィンドウの共有です、はいで。なんでウィンドウの共有が好きかといいますと、あのデスクトップ共有をするとですね、 アウトルックだとか、最近はブラウザーもそうですね、こうアラート、ポップアップをこうデスクトップに出してくるんですけども、ああいったものも、ですね、べてあの相手と共有されてしまうんですね。ですので、このウィンドウ共有、例えば今だとパワーポイントの、えー、ウィンドウを選んで、まあ、その後スライドショーに切り替えてますけども、そうすることで、ですね、あのまあ、余計なものが相手に見えないので、こちらも安心して。えー 話ができますし、相手側もこう画面に余計なものが出てくるとあの気が散ってしまいますので、まあ、そういったこともなく、えー、画面の共有を使っていただけるのかなと思います。ですので、私はいつもです、ね、あのウィンドウ共有がおすすめです。ただあの、の他のデモンストレーションだとかをしたくて、画面をこういっぱい切り替えなきゃいけないときはです、ね、あのアプリをいっぱい切り替えなきゃいけないときは、あのデスクトップ共有ですけども、多くの場合はウィンドウ共有かなと思います。 でこのウィンドウ共有を使ったときにだけ使えるパワーポイントの裏技がありまして、ですね発表者ツールを利用できるんですね。しかも、外付けディスプレイを使わなくても発表者ツールを利用できます。えーっとまあ、先ほどのように、ですねパワーポイントのウィンドウを共有していただいて、スライドショーまで切り替えたら、ですね左下から発表者ツールを表示っていうメニューを選んでいただくですね。そうすると 相手と共有しているウィンドウはスライドショーのウィンドウになってまして、手前、一番自分の画面にはです、ね、あの発表者ツールのウィンドウが表示されているという形になります。これ、外付けディスプレイ不要で、パソコン1台だけ、画面1個だけあればできるので、覚えておくとすごい便利な機能かなと思います。これあの、マイクロソフト e a m s でだけ使えるテクニックで、実は Zoom じゃ使えないんですね。 ですので、ちょっと Teams の裏技として覚えていっていただくといいのかなと思います。ちょっと動作はですね、事前に確認されるのをお勧めはしますというところです。はい。で、えー、お次のところがですね、あ、こちらそうですね。今度はですね、画面を共有する側ではなくって、その画面を見ている側に対するこうアドバイスなんですけれども、皆さんあの、このテレビ会議だとかの印象があるとですね、 相手の画面が共有されてたり、相手のカメラが自分の手元に映っていたりすると、その画面を見続けなきゃいけないのかなって結構思われる方いらっしゃるんですね。ただ、マイクロソフト e a m s の場合は、この左側のチームとかチャットっていうところを選ぶとですね、その他のチームのチャンネルにあるタブの中、今はプランナーを見てますけれども、その中の情報ですとか、あとは今話している内容に関係がある。 あの他のファイルですとか、まあ、あとはです、ね、あのこれ、リアル会議だとよくやるかもしれないんですけどこう、隣の人とこそこそっと事前にちょっとだけ話してから発言するみたいなところもです、ねあの、チャットの機能を使って、あのえー、チャットでちょっとだけあの事前にこう、えー、打ち合わせるとかですね、まあ、そんなあの使い方もできます。はい でまあ、あの会議中にこう他の画面を見て内職をしてくださいっていうわけではないんですけれども、会議をですねこうより充実したものにするために、他の情報が見ることもできるのであれば見たほうがいいので、こんな使い方もできるんだよっていうところをですねあの、えー、知っておいていただくといいのかなと思います。はい、であと会議後の情報共有ですね。でまあ、会議のため の後のためにですね、必要な会議といったところは、録画としてえ残しておくという場合がまあ,あるのかなと思うんですね。マイクロソフトチームズのウェブ会議の場合は、この下の点々のところからレコーディングを開始と。 まあ、押していただくとです、ねえー、この会議中に共有されたカメラですとか、話された音声ですとかね、先ほど共有した画面ですとか、それら全部含めてです、ねまあ、動画として記録されます。で、マイクロソフトチームズのこのレコーディングは、マイクロソフトストリームという、この、 Office 365、Microsoft 365の中の動画共有サービスに、えーまあ、自動的にアップロードされて保存されるという動作になります。こちらの Microsoft Stream にあのレコーディングを開始っていうボタンを押したユーザーがあのストリームにアップロードできる権限があればそっちにアップロードする形になりますね。はい、ですので、まああのえー、もうレコーディングをしてですね、すぐ その動画共有サービスに会議の情報がアップロードされてまあ、そのまますぐ他の方とも共有ができるという使い方ができます。ただ、このマイクロソフトストリームですね、一応あのテナントごとに容量制限がありますので、ちょっとそこだけは注意かなと思います。この Teams の録画は大体あの1時間当たり400メガバイトぐらいいと言われてますので、ちょっとあのそこだけあの管理者の方はです、ね、注意して見ていただくのがいいのかなと思います。 でえーまあ、会議後の情報共有ですね、まあ、今のようにストリームに保存するっていうところなんですけども、このストリームに保存された後も結構大事でして、このマイクロソフトストリームの中にはですね、マイクロソフトチームズの中に作られたチームとひも付く形で、ストリームのグループっていうのができてるんですね。で、そのストリームのグループの中に、 またあの動画を整理して、まあ、YouTube でいうとあの、再生リストみたいなものですね、そういった形で動画を整理できるチャンネルというものを作っていくことができます。で、その中にですね、えー、と例えばあの、えー、定例進捗会議動画みたいなチャンネルを作って、そこに、えー、再生リストのような形で、ですね、過去の動画をこうリストでこうどんどん追加していけばいい。 ですけれどもそうして整理していただくと今度はそのチャンネルをですねマイクロソフトチームズのチームの方に今度はタブとしてこう追加ができるようになります。こんな形、見たあの今出ている画像のような形ですね。でまあ、あの先ほどの,あの、えー、チャットの中にもですねこの会議中の動画へのリンクっていったところが自動で入ってくるんですけれども結局あの、チャットがこう増えてきたりですね あとは会議もどんどん増えてきたりすると、動画を探すのがすごい大変になってくるんですね。そうしたときに、このマイクロソフトストリームでしっかりチャンネルを作って、動画を整理しておくと、こうやってあのチームのほうにも、会議動画の一覧リストみたいなのを簡単に追加できるようになりますので、ちょっとした一手間で,で、かなりあの使い勝手が上がるところかなと思います。 今日はマイクロソフトストリームの使い方は詳しくはご紹介しないんですけれども、あのこの辺少しだけ工夫していただくと、えー、ものすごく便利かなと思います。はいえー、まあその他ですね、会議後の情報共有のために、ですね、ウィキだとか、ワンノートで議事録だとか、まあ、そんなのも作ったりとか、ですね、あとは会議で利用した資料もあのしっかり共有しましょうですとか、あとはプランナーでアクションアイテムを作りまし で共有するですとか、先ほどご紹介したストリームのようにですね、まあ、あの記録した動画を共有しましょうというところになります。でこちら、いずれもですねこうやってあのチームのタブとしてこう追加できるものですのであのチャネル会議がとですね特にそちらを利用しておくとすべ、まあ、ての情報をです、ね、チャットも含めてチャネルに集約はしていっていただけるというところになるのかなと思います。はい でまあ、ちょっとあのチャンネル会議を押しますけれども結構あの会議をするだけであれば他の会議ソリューション、まあ、いろんなものがあるんですけれども、まあ、そういったところでも、まあ、ほとんど同じかもしくはチーム s よりも全然使い勝手がいいものがあったりするんですけども。 会議の後の情報共有ですとか、その会議に紐づ付く情報の整理ですとか、業務の流れを考えていくと、ですね、やっぱりこのマイクロソフトチームズを使っていただく、しかもしっかりチャネル会議を使っていただくというところが、ですね、かなり差別化ポイントかなと思います。はい、で少しあの話を変えまして、ですね、次こう、ウェブ会議の進行、ファシリテーションみたいな話をちょっとだけしたいなと思います。 まあのウェブ会議の振興、ファシリテーション、まあ、会議の振興ですね、まあ、よく言われるようなところで、まあ、あるとは思うんですけども、まあ、ちょっといきなり言われても難しいなと思うんですね。で、初、まあ、めにこう行っていただきたい、まあ、これだけはやっていただきたいなというのをちょっとだけ挙げてるんですけども、まあ、一つあの会議を始めるときにですね、あのしっかりこう目的ですとか、あとは議題だとかをもうあの 開始時にですね、再確認されるのがいいのかなと思います。これれはは結構やられてる方多いいい。かなと思います。はい、あと、ウェブ会議あるあるが続くんですけども、あのマイクだとかの調子、またはネットワークの調子で、こう音声が聞き取れないときって、どうしてもウェブ会議あるんですね、でそうした場合はやっぱり、あのこのこ進行役の方がですね、こう率先して、ちょっと今、聞き取れませんでしたよとか、ですね、まあ、そんなのをこう話しかけていただくといいのかなと思います。 あとこちらもよくあるあるなんですけども、ウェブ会議、同時にみんなが一気に話し始めて、もう何言ってるか分かんないなってなるんですね。で、そうした時の順番整理もですね、あちょっと待ってくださいとかですね、言って行っていただくのがいいのかなと思います。あと、4点目ですね、ウェブ会議になってくると、発言しない方って、もう会議にいないのと一緒になってしまうので、 まあそんな方がもしいらっしゃったらですね、ちょっとだけあの発言しやすいように今こんな話題出てますけど、ちょっとどうですかみたいなところとかですね、まあ振ってあげたりするのがいいのかなと思います。ただですね、あのこの会議の進行まあ一番最後ができればもしかしたら進行がうまくいくんじゃないかと思うところがあってですね、あの会議が終わるときにですね、あの決定事項その時の会議で決まったことですとか、その会議で違う あの決まった次,次回までにやらなきゃいけないタスクですとか、そういったものをですねしっかりこう再確認してから会議を終わるっていう工夫、あの意識をです、ね、持たれるのがいいのかなと思います。なぜか、一番最後このふり、会議の振り返りみたいなのをです、ね、会議の最後にやらない場合っていうのが結構多くありますので。 ウェブ会議終わったらみんなすぐ退室ボタンでシュンシュン、シュンシュンあのいなくなってしまうんですけども、その前にしっかり振り返りをして共有、今あ認識をです、ね、合わせておくのがいいのかなと思います。はい、で今のところ、ですねマイクロソフトチームズ、まあ、あの Teams こういうファシリテーションの機能って、そこまであの支援機能ないんですけれども、あのこのマイクのミュートはです、ね、結構よく使いますので、 まあのぜひ覚えておいていただけるといいのかなと思います。この人の名前、ユーザー一覧の人の名前の横だとかでですね、えー、マイクをミュートにできたりですとか、あとはあの右上の方にあるミュートオールというところで,です、ねあの、自分以外の,発表あの参加者のマイクをすべて一斉にミュートにすることもできます。ですので、さっきみたいにですね、同時にこうみんながわーって話し始めたときに、 ミュートオートルみたいな形でですねえ一度あのクールダウンに使うとか、そんな使い方もできるのかなと思いますは,いでえとは言ってでも、ですねまあそういったのツールの使い方じゃなくて、ですねこのウェブ会議をスムーズに行う一番の秘訣は、何よりもこう参加してくれている、参加してくれているっておかしいですね。そこにいる えー、メンバーみんなに対するです、ね、こう思いやり気遣いなんじゃないかなというのが正直なところです。でよくこれもあの言われるんですけれども人ってどうしてもこう離れた相手とです、ね、コミュニケーションするってなってくるとこうちょっと乱暴な言葉遣いになったりですとか,かいつもよりもちょっと不らぼうだなってなったりですとか、まあ、そんな風にこうになりがちですし思われがちな時があるんですね。 でやっぱりそういうと、あのこう関係性がぎすぎすすると、どうしてもあの会議ってうまくいきませんので、まあ、そこのあたりですね、こうよりもこうはっきりと丁寧に話すような意識を持っていただくですとか、あとは、まあ、ウェブ会議ってこう、人の方こうを向いて話すことができませんので、こう今、誰に向けてこう話しているんですよみたいなところを、ですねこう、明確に、まあ、主語をこうきっちりですね、まあ、作っていただくですとか、まあ、そういったところが、 えー、本当は大事ななのかなと思いますで何よりもですねこの会議をあの無駄なものにしようって考えてですね会議に参加される方ってまずいないと思うんですね。ですのでみんながこうより良くしようとこう頑張ってるっていうところはですね思っていただいて、まあ、ちょっとぐらいあのマイクがなんかノイズが入ってるとかですね、えー、ちょっと操作がもたついてるとかですねそういうのでこうイライラせずにですね、えー、こう気づく。 を使い合うっていうのも、ですね1つあのマイ、あのウェブ会議をうまく進めるコツなんじゃないかなと思っております。な、は、ん、いまあのこっちゃみたいな話ですけども、まあ、そんなところですね。で、ここからは、ですねあのもう楽しい楽しい、このマイクロソフトチームズウェブ会議に関するちょっと新機能をですねいくつかピックアップしてきましたので、まあ、ご紹介したいなと思います。 すでああに登場しているものもあれば、今後登場してくるものもありますし、あと一部ですね、ユーザーボイスと呼ばれる、あのユーザーさんからの機能実装のアイデアをつの集っているですねあのサイトが,があるんですけども、そこであの開発中っぽいステータスに変わっていて、興味深いところをですねあのご紹介したいなと思います。 まずはですね会議入室前画面のリデザインというところですね、えー。ウェブ会議入室前の画面がより分かりやすくというところです。まあ、どこの画面かと言いますと、あのウェブ会議に入る前の、えー、マイクをオンにしたり、カメラをオンにしたり、背景画像をあの有効化できたりするみたいなあの入室前の画面ですね。あそこのデザインがですねどうやら変更されるようです。 まあ、あのよりこう分かりやすくなるのではないかなと思います。でこちら、実際の動作は、ですねこの右下に、マイクロソフトチームズアップデート2020年5月以降っていう YouTube の動画への URL が書いてあるんですけれども、こちらの動画の中で実際の動いている様子ですね、ご紹介されてますので、ぜひ見ていただくのが、えー、いいかなと思います。はい ちょっとこの画面が変わるのでね、あのユーザーさんのマニュアルだとか、ユーザーさんのインパクトはちょっとあるかもしれないですけども、まあ、使いやすくなるかなと思います。で、こちらは次ですね、まあ、同じように、えーまあ、参加するときなんですけれどもあの、会議招待のリンク、URL だとかからですね、あの参加するときの表示される、ブラウザーで表示される画面ですね、こちらも分かりやすくなります。というか、あの 一部どういうきっかけでどういうタイミングでこの画面が表示されるかわからないんですけども時々この新しい画面が表示がされているんじゃないかなと思いますこの画面もですね以前の画面と比べるとこのブラウザであの参加するですとか Teams アプリを開くみたいなボタンの選択肢がですねわかりやすく表示されていましてあのかなり、えー、いい画面になったんじゃないかなと個人的には思っていて 嬉しいですね。早く全面的にこっちの画面に切り替わってほしいなと思っています。はい、あと、今日一部、すでに Web 会議の機能の使い方みたいなところでご紹介したんですけれども、この Web カメラ、あの画面を映すときにですね、えー、バーチャル背景指定することができます。はいえーまあ、今はですねあの、あらかじめ用意されている、えー、画像 の中からです、ねえー、選択するということになるんですけれども、後々はこの自分の好きな画像をです、ねえー、どうやらアップロードができるようになるみたいですね、まあ、今でもあのパソコンの中のです、ねまあ、とあるえフォルダーの中に、まあ、あのファイルをアップロードするとです、ね、えー、あのまあ利用できる裏技みたいなところがあるんですけれども、それがあのマイクロソフトチームズの画面の中からです、ね、行っていただく。 ことととがができるるるファイルをアップローードすすよようううななメニューが登場するというようなところのようですここの背景の設定の下ぐらいにです、ね、なんかあのリンクみたいなのが追加されるっぽいですけど、まだ出てないですね。はい、で、えー、こちらがです、ね、次が一番私があの期待しているアップデートですね。こちらあの、ウェブ会議の画面が別ウィンドウで表示がされるようになるっていうアップデートです。 はい、こちら、あのウェブ会議に参加ボタンをクリックしますと、別ウィンドウが起動してき,てきまして、えーまああの、これまで Teams のクライアントの中で行っていたような会議がです、ね、別ウィンドウになります。でこうなるとです、ね、先ほどの,あのちょっとしたテクニックのところでも紹介したように、あ,の、えー、あれですね、あの他の資料を見たりですとか、まあ、チームの中の他のコンテンツ見たりですとか、そういったところがやりやすくなるのかなと思います。 こちらの動作もですね右下にある YouTube のリンク先であの実際の動作の動画がですね確認できますので、まあ、見ていただければなと思います。はい、でここ見ていくとですねあの別ウィンドウよりも気になるところがあるんですね。ここの上に何かメニューバーがありますと。でどうやらですねあのこれまで画面中央下ぐらいにですね表示されていたメニューバー。あのー コンテンツだとか他の人のカメラ画像にこう被って時々邪魔だって言われることもあったんですけれどもあのメニューバーが画面上部に移動するようですねこちらはあのかなりこう嬉しいアップデートかなとも思います結構邪魔だ邪魔だって言われることがあったんでねはい嬉しいかなと思います、はい、あとはですねすで、えー、に使っている使えるようになっているテナントがほとんどかなとも思うんですけれども 挙手機能、こちら使えるようになりましたね。えー、意見のある場合などにこう手を挙げるっていうボタンを押しますと、この名前のところに手のマークが出たり、あのユーザー一覧のところに手が出てくるというところですね、まああの。先ほどファシリテーションみたいなお話しましたけれども、まあ、今のところマイクロソフトチームってそのあたりの機能が弱いんですけれども、まあ、一つ、この挙手っていう機能を使ってですね、まあ、あのうまくあの まあ人数が多くなればなるほど、う,うまくちょっと会議を回す、まあ、会議の中のルール作りみたいなところで使えるんじゃないかなと思います。はい、であとは、こちらもすでに使われる、使えるようになったと多いと思うんですけども、画面がですね、カメラが最大9人分まで表示がされるようになりましたよというところです。でまあ、今は9人分なんですけどもこう あのユーザーボイスっていうサイトを見ると、ですねどうやらマイクロソフトさんは、まだまだこの増やせる画面数を増加、まあ、増やす方向でですね、まあ、一応、検討はされてるみたいなんですね。あと、今はあのパソコンだけで、スマートフォンだとかモバイルデバイスでもあの、まあ、まだ4分割のままですので、まあ、そちらでの,あの,この、えー、9分割ですとか、それ以上の。 画面の開発っていったところもですね、まあ、進めているようですというところです。はい、であと、こちらはですね、えー、地味、こちらもちょっと地味なんですけれども、結構重要なアップデートとしまして、会議主催者の方だけが、ですねこのユーザー一覧の画面の上から、この会議開催中にですね会議オプションを設定したり、このチェックマークみたいな左側のアイコンをクリックするとですね、あの ブラウザーが起動して表示がされるんですけれども、会議オプションを設定したり、会議の最中に、この会議主催者がですね、あはい、会議主催者がですね、えー、この会議出席者の情報をエクスポートできるようになってます。この下向き矢印みたいなところです,ですね。こちらで CSV ファイルをダウンロードできるようになってます。はい、これもすでにほとんどのテナント展開されてるんじゃないかなと思うんですけれども。 なっておりますでこちら、の注意点はですねこの会議に参加した人をエクスポートしたいっていうあのご要望いただくこと多かったんですけれども、今日現在でエクスポートできるのは会議中だけです。ですので、この会議主催者がですね会議から退席する前に必要であれば必ずここのボタンで CSV ファイルを落とすようにしてくださいというところにいます。はい でその他ですね、えー、こちらは結構前から追加されている機能ですね、会議を終了というメニューを選べるようになってますね。まあ、従来はあの会議に参加した人があの全員退室するまでですね、会議が継続されていたんですけれども、今はここであの一斉退室といったところをですね、できるようになりましたというところです。でここかからですね、まあ、今後実装さされれるる、んじゃないかと期待される ところをこのユーザーボイスから拾ってきましたので、ちょっとだけご紹介したいなと思います。1つ目は、ですねこのブレイクアウトルーム機能っていうものですね、Zoom、まあ、とかですと、まあ、利用できるんですけれども、まあ、1つのミーティングの中をですね複数の部屋、まあ、セッションごとにですねこう分割して、まあ、ご利用していただける機能になります。でこちらはです、ね、このユーザーボイスの方に、えー、機能実装の要望が上がっておりまして、 なんとですね、4月の中旬ぐらいにワーキングオンイットというステータスになりました。このワーキングオンイットっていうのはですね、要はあの、まあ、機能実装に向けて、前向きに今、取り組み始めましたよっていうようなところだと思っていただければいいんですけれども、まあ、後々にはですね、このブレイクアウトルーム機能も、マイクロソフトチームズに実装がこう期待されるんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっといつになるかわからないんで,ですけどね、はい、こちらもちょっと期待したいなと思います。 あと、まああの、こちら、ズームとかでもよく、ちょっとあの以前、セキュリティーがどのコで話題になったんですけれども、あのロビー機能ってやっぱり重要だと思うんですね。会議に他の参加者が入るときに、直接あの会議に入るのではなくて、一旦あの仮想ロビーっていうと待,待合室、待機室みたいなところでですね、待機してもらって、許可したユーザーだけ会議に入れたいみたいな、まあ、シナリオがあると思うんですけれども、あそこの、えー、オプションがですね、えー さらにあの強化されまして、主催者以外の人は全員ロビーで待機させるっていうオプションのですね。まあ、こちらも開発が始まっているというののことになります。まあ,あの企業でもそうですし、学校の授業とかでですね。先生があの生徒が勝手にあの会議に入って、なんかこういたずらしないようにですね。まああの。 結構要望が大きい機能なんじゃないかなと思うんですけれども、そういった機能の強化も予定されているようですというところですね。はい、といったあの機能の紹介をこうダダダダッとしてきたんですけれども、えー、最後ちょっとまとめたいなと思います。Microsoft Teams のです、ね、ウェブ会議をこうもっと効果的に使いたいなというときにですね、まああの今日一番言いたかったのは、チャンネル会議を。 ぜひ利用してみませんかとというところですねすで、まあ、に利用されている方はもちろんなんですけれども、えー、まだ実はそのチャンネル会議を知らなかったとっいう方はですねぜひ一度試してみていただければなと思います。あとはですね、えーまあ、そうしてチャンネル会議を利用することで、まあ、会議の情報をチャンネルに集約できますよというところとこの Web 会議っていうところの機能単純なまあ機能がまあ多いんですけれども まあ、その中でもいろいろ使い方試してみるとですね、えー、便利な使い方がありますのでちょっと今日ご紹介した使い方だとかをですねちょっとご参考にまた試してみていただければなと思います。で、えー、今後登場するですね、まあ、新機能も便利そうな良さそうな機能がまあいろいろあるのかなと思いますのでぜひ期待していきましょうというところでですね まあちょっと今日の,あの内容をご参考にしていただきまして、Microsoft Teams のウェブ会議ですね、まあ、よりよく使っていただければなと思います。はい。で、私からは以上でございます。ご参加いただきありがとうございました。はーい。太田さん、ありがとうございました。えっ、ー、と,とですね、質問がね、結構いっぱい来ておりまして、 はいはい、9, 9個ぐらい来てるかなえー、っと、ちょっと前のセッションの方が上にいるので、えー、っと、あれですけど、はいはい、どうしよう、あの答えやすいものを選んでいただければいいかなと思うんですけど。ああ、はいはい、見ましょう、うん、見ましょう。いいえーっと、どうからかなあ,あと、 チャネル予定表。ああ、待ってくださいね。ありがとう。ああ、OK。じゃあ、このあたりから見ましょうね。ね、うんえー。はい、えー。予定、作成時に後から紐付ける機能は実装される予定はないでしょうか。ああ、チャネル会議ですね。こちらはですね、予定があるかどうかは正直わかりませんが、今のところはあの、えー、作成時にチャネルは紐付けてくださいということでいいですかね。 はい、であと、チャンネル会議をするには予定表機能が使えないといけないでしょうかというところですね、に使ってませんはい、こちらですね、予定表機能が必要です。はいうん、で、えー、次行きましょう、アウト o ックの会議収集,集では案内を転送することがありますが、どのような方法が良いのでしょうか。 Teams の会議出席依頼も、アウトルックの会議出席依頼と連動して動きますので、アウトルック側にもあの会議出席依頼、あのしっかり必須出席者のところからですね入力していただければ出ると思いますので、そこで入力すると届いたメールをあの転送していただくことができるんじゃないかなと思います。はい、ただあの、チャンネルだけを指定した場合はですね、 あの管理者側の設定、マイクロソフト365管理者あの、IT 部門とかです、ね、の設定で、あのチームは、オフィス365グループですね、そちらの,あの設定をちょっとだけ変えないとです、ねあの、全員にメールが飛ばないので、そこだけちょっと注意があります。私のブログにあの設定方法は書いておりますので、見ていただければなと思います。あとはですね、えー、っと。 あとはあ、ウィンドウを共有している状態で別のを共有したい場合、1回オフには必ずなってしまいます、残念ながらというところですね。えー、あと、チャンネル会議とグループ通話の制限ですけれども、あグループ通話はですね、えー、通話に参加できるのが20人というところですね。はい ちょっと見ていきましょうね。ウェブ会議に特定のメンバーのみが参加できるようにする方法はありますが、これはですね、今のところないです。ないので、えー、っとあのロビー機能のちょっと実装があの待たれるかなというところですね。まあ、そうするとあの、会議の出席者以外を全部あのロビーに置いておくことができますので、ちょっとあの今だとおそらくないかなと思います。 えっと、あそうですね、挙手がわからないのは確かにちょっと不便ですね。これはちょっと今のところ方法がないなというところですね。あと、えー、会議リストは3あ、終了後にダウンロードできないですか、さっきの出席者のリストのことですよね。あちらが会議,出席あ会議終了後にダウンロードできるようにする機能は、ですね今開発中とのことなので、そこはちょっと待っていただければなと思います。 あとは、えー、アウト o ックから作成した機能はあ、会議は予定された会議です。はい。えー、現実の会議室に設置して使えるようにしたい、Teams r ルームの機能、サービス、あそうですねあの、デバイスによっては、Teams r ルームが必要ですね。そういったの専用端末を会議に置きたい場合は、必要になります。 はい。コメント画面と出席者画面の両方は見れないそうなんですよ、そこも不便ですよね、そこはおそらくユーザーボイスに確かあったと思うので、見つけていただいて、えー、あの回,回答していただければなと思います。はい。 あとは、こちらの質問にも回答お願いしたいです。不特定多数の方に参加してもらうために、Outlook で、あファイルをイベントの案内に添付してます。ああなるほど。えっ、ー、と、Teams で予定した会議も Outlook に同期がされるので、そっちで対応していただくのがいいのかなと思います。はい、といったところですかね。はい。ああちょっと待ってね、まあ。止まらないね。いっぱい来るね。 まだ時間あるんでしたっけあとね、3分ぐらいは頑張れる。はーい。じゃあ、えー、と他のも見てみましょうかね。えー、ああ、えっ、ー、と、予定表のチャンネル、プライベート、あこれ、プライベートチャンネルはですね、あのチャンネル会議に紐付けできません。今のところですね、こちらも多分制約になってますね。 あとは、ストリームチャンネル、ニートゥビクレデタースシーズチャンネル、ビフォーレコネーディンあえっ、ー、とですね、えー、ストリームのチャンネルは、えー、事前に紐付けておく必要はありません。はいあのチームに紐付く形で勝手に、えー、ストリームにチャンネルができてますので、えー、そこにあの勝手に入っていく形になります。ここはあの設定することはありません。 どんどん来ますね。えー、時間の限りいきましょうか <laughs> どう<ぞ>あ。資料の展開はされますか、もちろんですスライドシェアにアップロードします、はいえー。参加者のリストはどの時点で参加者が関成るのかエクスポートタイミングで、会議が始まってエクスポートするまでに出入りした人の記録がダウンロードできるみたいな形になっているはずです。はい で今日ですねあの背景画像を使おうと思ったら気づいたら背景画像入ってないですねあのうちの家の中がバッチリ見えてしまいました <laughs> <laughs> あそれリアルだったんですね <laughs> あそうそうなるほどなるほどはい、はい、あもう一個来ましたねあもう一個だけいいですかどうぞどうぞ最後、はいえー、とですね予定表に紐付けるとチーム全員に招待メールが飛ばないでしょうかはい、えー、とですね。 予定表でチャンネルを紐づ付けて会議予定を作成した場合はデフォルトの設定だとチームの誰にもメールが飛びません、はい、でもしチームのメンバー全員にです、ね、メールを飛ばしたい場合はマイクロソフト365管理センターのグループの設定でそのチームと同じグループが見つかるのでそこでですね イベントの情報を全員に送信するみたいな設定があるんですね。そちらを管理者の方にお願いして、チェックをつけてもらうと、チームの全員にチャンネル会議で紐付けたときに、メールが一斉送付される動作に変更されますので、ちょっとそのあの事前に試しておいていただくといいのかなと思います。はい、では、そろそろお時間ですね。 はい、じゃあ、それでは太田さん、非常に興味深いお話と、それから新機能までいっぱい魅力的なものをご紹介いただいて、いありがとうございました。皆さん拍手でーす。ーいありがとうございま